前半ジャンプです。女子組2位は澤谷亜美選手、重心が後ろに散ってしまいタイミングが遅れてしまいました。女子組1位は池田葉月選手、少しタイミングがずれましたがうまくリカバリーをして飛距離を伸ばしました。男子組です。11位は広葉ルカ選手、まだノーマルヒルはあまり飛んでいませんがこれから伸びていく選手でしょう。10位は高橋光希選手、練習よりもいいジャンプができたと思います。第9位は辻聡太選手、少しバランスを崩してしまったのが残念です。第8位は高田優選手、少し足の効かないジャンプになってしまいました。第7位は富山県の山本和真選手、もっといいジャンプができるはずですが大きくタイミングが遅れてしまいました。第6位は加藤雄星選手、これは比較的良いジャンプができましたが着地を失敗してしまいました。第5位は千葉大輝選手、距離を伸ばして着地が少し失敗しました。タイミングがあっていいジャンプだったと思いますがこの辺りでの空中のバランスを取れるようになるといいと思います。第4位は森海星選手、距離を伸ばして着地をうまく決めたと思います。見切りは良かったんですがここでスキーが立ってしまったのが飛距離を伸ばしきれなかった原因でしょうか。この辺りでのスキーをもう少し進む方向にポジションできるといいと思います。第3位は山中元希選手、これはいいジャンプでしたが後半もう少し伸ばすことができるでしょう。少し上体がかぶりすぎてるがために少し遅れてしまいましたが、調子が良くなっていると思います。第2位は東澤勇輝選手、後半もう少しバランスよく飛んだ方がいいでしょう。この位置でお尻が低くなってしまったことによりタイミングが合わずに空中へ飛び出してしまいました。第1位は高橋圭介選手、少し後半腰が残ってしまいました。タイミングが遅れたことによりスキーが立ちすぎてしまいました。もったいないジャンプですがもっといいジャンプができるはずです。前半ジャンプのリザルトです。しました。
はい、頑張る。さあ、落ち着いて落ち着いて。ちょいリズムよく滑り出しましょう。はい、頑張る。はい、頑張れ。お、ついてけついてけ。はい、頑張。はい、頑張。はい、滑らして滑らして、ラグラグに。はい、頑張。さあ、ハズキ頑張って逃げるんだ。ついてけついてけ。頑張っ。はい、頑張る。はい、おい。はい、頑張っ。右肩下がらないように、右肩下がらないように。さあ、元に頑張る。後ろが来てるよ、後ろ。頑張る。はい、頑張る。前見える、前見える。さあ、一気に一気に。お、いいぞ。はい、カズマ頑張る。前も後ろもいるよ、前も後ろも。あれ、ゆう頑張る。下見すぎないよな。あ、頑張る。あれ、カズ頑張る。前離すな、離すな。足前前、足前前。はい、頑張る。さあ、頑張れ。まだ頑張れる。はい、頑張る。はい、頑張る。頑張る。お、いいぞいいぞ、どんどん攻めていけ。こっからだ、攻めていけ攻めていけ。頑張っ。さあ、こっからだぞ、こっから。頑張る。はい、頑張っ。
頑張って頑張る。こっからこっから、リズム取ってリズム取って。さあ前見えるぞ見えるぞ。上げる上げる、ピッチピッチ。ここきいぞ。前目指せ前目指せ、後ろか。ラストだラスト。もう一人いけもう一人いけるいけるいける。はいゴボー。そうだ、そのペースで行けば前も行けるわ。回線離れんなよ、頑張る。そこもリズム取って、前の前の人のリズムに合わせて。おいいぞケイスケ。そうだそうだ、Thank you.